はい、皆さんこんにちは。みなです。さかです。ティブログです。今日は料理動画です。キッチンにやってきました。めちゃめちゃ久しぶりでしょ。レナ社長の料理番組です。もう私はもうほとんど料理しないから、もうやり方わからなくなっちゃったかもしれないよ。以前ドイツ料理を何回か作って動画で紹介してました。デザートとか、じゃがいもの料理とか。いろいろ作ったので、もし興味がある方ドイツ料理チェックしてみてください。今日はタカのアシスタントがいることで嬉しいけど、心強いアシスタントいますね。あ、よかった。でも今日は一番嬉しいのが、このハロープレッシュという会社からミールキットが送られてきました。食材が送られてきて、自分でちゃ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 っと作って食べれるという。そう、レシピがあって、材料もそのレシピに合わせて全部用意してあるので、ヘルシーで美味しい簡単な料理ができます。ということで早速作っていきましょう。はい、ハローフレッシュのウェブサイトで注文すると、10種類ぐらいから何を作りたいか選べて、私たちはここの3種類を選びました。パスタとキーマカレーと鮭で、その中から今日1個を作ろうと思ってるんですけど、タカどっちがいい？鮭、ごま油香る鮭の生姜焼き、照り焼きで、1個ずつのレシピにこういうカードがついてて、作る時間だったりカロリーとかいろいろ情報がついてて、めちゃめちゃデザイン的にもいいし、超わかりやすいよね、これ。ね、そう。で、裏側に何が必要かという情報と、本当にステップバイステップの作り方が丁寧に書いてあります。俺でもできるっていうレベルだね。タカでもできる。そう、それが一番のポイントだよ。なのでこれに従って今から料理を作りましょう。今日作る料理はこのピンクの11番で、送られてくるのがこういった袋で11番です。今日のレシピはこれです。はい、じゃあこんな感じでここに入ってます。と、野菜と豆腐、なめこ、調味料系。うん、で、ちょっとだけその普段誰でも家にあるもの、醤油だったりは自分で用意しなきゃいけないです。はい、材料を全部用意したので、ステップ1、野菜を切ること、あと豆腐とかも切ること。社長、指が怖いよ。指いきそうだよ。人差し指丸めて。社長、なんだ、指切りそうですよ社長。なんで5センチぐらい離れてるでしょ。怖いよ、でも見てられないよ、怖くて。なんかヒヤヒヤするよ。タカ、これは何？葉っぱということが分かったよ。何の葉っぱ？三つ葉だね。ざく切りって何？ざっくり切ること。なんだろう、そうそう、ざっくりそんな感じ。はい、ざっくり切りましたけど。レナ社長がどれだけ料理をしてないか分かりましたでしょうか。もう分かんない、何がざく切りで、これがいるかいらないか分かんないし。いいよ、ざっくりそんなもんだよ。本当？うん、大丈夫。はい、それは全く料理しない人に言われたくないよ。全く料理してないやつが。で、豆腐、野菜、ステップ1終わりました。次はソースを作ること。ボウルに蜂蜜と A の材料を乗せて、鮭用のソースを作る。やべ、蜂蜜ない。チャチャーン、蜂蜜。あ、よかったよかった。そうだね、デリバリーだもんね。そうだよ。タカがやってくれる？大丈夫、やってくれる。やれそうだよ。バカにすんじゃない。それぐらいだったらタカがもうやれ。バカにするなよ。量も気にしなくていいのがいいね。そうだね、一袋全部開けてドバンと飛んで、大雑把なレナ社長には一番いいかもしれないよ。過去の料理動画見直してください皆さん。目分量がほとんどだよ。ネットから何グラムって出てるのに、これぐらいでいいかとかって言って適当にガサガサ入れていきますので。そうだよ。すごい、ソース出来上がりましたね。うん、美味しそう。蜂蜜、めちゃめちゃいい匂いする。お水、うわ、すげえ匂いするでしょ。それだけご飯にかけてもうまいかもしれない。小麦粉とお酢と、あとは生姜で、これでちょっと混ぜるって感じ。これだけでもうまそう。これご飯にのっけたらうまいよね、なめこご飯。怠け者だね、本当に。タカは料理した方がいいよ、慣れた方がいいし。はい、フライパン登場。今から鮭を焼きます。ちょっと多かったかもしれない。大丈夫だね。味が変わりました、今。楽
また今味が変わりました。はい、2分経ちました。おわ、溢れてる。おわ、溢れてる。なんで？なんで？はい、なめこ出来上がりました。熱々なめこです。うん、わ、すごいごま油のいい香りしてたよ、俺な。ちなみにハローフレッシュ、ドイツの会社だよ。なんか世界一のいろんな国にそういったミルキットデリバリーをやってる会社で、もちろんドイツから発祥したっていうことだったよ。ちなみに俺はもともと知らなかったけど、レナは知ってたもんね。知ってたよ。ハローフレッシュっていう会社自体有名だよ。だからドイツではすごい有名だし、はいはい、大きいね、この鮭。大きい。あれ、おいしそう。すっげえいい匂いしてた。めっちゃ簡単だね、本当に。お、鮭もいい感じに。気をつけて。豪快ですね。なめこ、めっちゃなめこあるね。うわ、おいしそう。もりもり、本当にもりもりだね、いいね。うわ、すっげえいい匂いする。こう？あ、見つかった。はい、オッケー。はい、オッケー。あーで、最後は、はい、こう、シソをちょんちょん。出来上がりましたよ、タカン。チャチャーン、出来上がりました。2品を作りまして、鮭の照り焼きと、あとは豆腐のなめこあんかけ、美味しそう。いただきます。めちゃめちゃ美味しそうだよ。うん、めっちゃ美味しい。自分で作ったからより美味しく感じますか、社長。本当に味付けが美味しくて、その生姜が効いてて、あとシソのフレッシュの感じはめちゃめちゃ酒に合う。レナ社長の味付けっていうよりは、ハローフレッシュさんのプロフェッショナルの人が作った味付け、完璧だったってことですね。本当にそうだよ。ちなみに何分かかりましたか、料理作るのに。20分じゃない？全然めっちゃ早かったよ。あのステップで見てもさささささっと、え、もう終わったって感じ。これが20分で作れるってだったらいいけどね、めちゃくちゃ。うん、美味しそうでしょ。めちゃめちゃいい匂いするでしょ。見てこのなめこ、なめこも超美味しそう。うん、こんな作ったことないよ、初めてだ。なめこ、うん、出汁が効いてるわ。私たち本当に毎日仕事で忙しいから、うん、最近食べてるのがコンビニとフードデリバリーばっかりなので。コンビニめっちゃ多いよ。お腹痛くなるから、なんか体調悪くなる。あとなんか飽きる、うん、めちゃめちゃ飽きるから、これぐらいがあると20分でちゃちゃっと作れるから。しかも何がいいってメニュー考えなくていいじゃん、もう全部揃って、しかも栄養バランスも考えて送ってきてくれるで、20分で作れるでしょ。スーパーに行かなくていいし、そう、家から出なくていいから、コンビニより早いかも。買い出しがいらないからね。そう、定期的にメニューも変わるから飽きないでしょ。うん、さすがドイツのビッグカンパニーだ ね。ちなみに日本食だけじゃなくて、インターナショナルのものとかもあるし、あとはなんか低カロリーのメニューとかもあるし、うん、だって俺らが選んだのもあとはパスタとカレーだったでしょ。うん、このなめこめちゃめちゃ美味しいよ。ちなみに今までレナなめこそんな好きじゃなかったのね。だからネバネバするから、これ全くネバネバしてなくてめっちゃ美味しい。ご飯にも合うんじゃない。だ、さっき言ったじゃん、これさ、ご飯にかければいいじゃん。最後このなめこをご飯にかけて、よくあるよ日本でなめこご飯って。そうそうそう、うん、美味しい。これが正解だったね。動画の前半もう一回巻き戻して皆さん見てください。これご飯に乗っけたらうまいよね、なめこご飯。言ってました。完璧だったね。だったらもう3分で終わるからね。調理時間3分だ、なめこご飯超美味しいわ。ふぅ、めっちゃお腹いっぱいになったよ。うん、お腹ポンポンです、ね、ごちそうさまでした。本当に美味しかった。いや、めちゃくちゃ美味しいね。で、もう2つのレシピがあるから、それは今週中に作って楽しみだね。パスタとかもめっちゃ楽しみだ。そう、パスタとキーマカレー。うん、ちなみにハローフレッシュから私たちの視聴者限定のクーポンを提供していただきました。
そのクーポンコードは LTYT です。詳しい割引内容は概要欄に記載してますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに思ったけど、これを使って自分のレシピブックを作れるでしょ。材料もさ、特別な材料じゃなかったじゃん。基本的にスーパーで売ってるもので全部揃えるから、もうこの今作ったものレナさんのレシピの中に1個入ったからね。この後作れるよ、自由にね。で、これをどんどんストックしていけば、あたかも料理上手な社長になれるよそうかもね。本当にキープした方がいいと思う。で、あとめちゃくちゃこれ便利だから、多分継続的に今から使いたいです。ね、めちゃくちゃいいよ。はい、この動画はここで終わりにします。いや、本当に美味しかったので私たちは使い続けたいです。皆さんも興味がありましたら概要欄でチェックして一回注文してみてください。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバイ。